くれたんだね。噂は聞いてるよ。ねえ、トイストーリーで遊ぶ？ヤッホー！私がジェシーね。おばあちゃんは飛行機に乗り遅れた。だから先にボニーの家に帰れば大丈夫だよ。タコで空を飛んで帰る途中、ミスタープリックルパンツが風で飛ばされたのはゴミ処理場だ。さあ気をつけて降りるよ。急ごう、おばあちゃんが来る前にボニーの家に帰んなきゃね。頑張ってプリックルパンツ、今助けに行くから。どんなおもちゃでもここは苦手だと思うよ。そのまま続けて。いいよ、その調子。してくるよ。うわ、ヒュー！ここを滑るんだね。とにかくプリックルパンツをボニーのところへ連れて行こう。もし家に帰れなかったらボニーは私たちが出て行ったと思うよ。そんなの絶対ダメ。ああ、ここにもゴミ、そこにもあそこにもゴミ、見渡す限りゴミだ。ゴミはこうして流されて変わり果ててしまうというのか、灰の姿に。次は成功するよ、かけてもいい。今すぐここを出るわけにいかない。何でもする、何でもするから頼む。とにかく私をこの恐るべき場所から連れ出してくれ。そしておもちゃたちにはここで火が放たれるのだ。我らは共に灰になる運命なのか、消えるのか、儚き命の炎が。あんた諦めずに続けるよね。私もだよ。いると気分が悪くなるし、何より危ないよ。なるべく早いとこ逃げ出しちゃった方がいい。私応援してるからね。うわ、ジップラインだ。これ大好きなんだ。ああ、腕が鳴るね。
そしておもちゃたちにはここで火が放たれるのだ。我らは共に灰になる運命なのか、消えるのか、儚き命の炎が。飽きないな。あそこに投げてみなよ。何か起こるんじゃない？何事も継続は力なりって言うからね。どんなおもちゃでもここは苦手だと思うよ。うわ、ヒュー！ここを滑るんだね。ああ、私はなんと惨めなおもちゃなのだろう。そしてこのコンベヤーの何たる巨大なことよ。これ以上は耐えられない。行けばボニーの家に帰れる。おばあちゃん、やっと着いたのね。そうよ、元気にしてた？元気。ねえ、私のお部屋にいる子がおばあちゃんに会うのをすごく楽しみにしてるの。間一髪で間に合ったね。あんたがいなかったらまずいことになってたよ。お見事だったよ。絶対にまた一緒に遊ぼうね。待ってるから。それじゃあね。こんないいとこよそには絶対ないよ。あと馬がいてロデオができれば完璧。やったね。トイストーリーで遊んでる子たち3人全員に会ったんだね。でもまだ面白いことを考えてるみたいだよ。
いつまでここにいなくちゃならないの？私いい加減うんざりだよ。あんたならできる。保証する。任務を果たした時の満足感は格別だ。滑るぞ。スムーズにな。また子供たちと遊べるなんて素晴らしいことさ。新品に戻った気分がするよ。今すぐここを出るわけにいかない。ここにもゴミ、そこにもあそこにもゴミ、見渡す限りゴミだ。ゴミはこうして流されて変わり果ててしまうというのか。灰の姿に。あんたって本当にすごいんだね。もし家に帰れなかったら、ポニーは私たちが出て行ったと思うよ。そんなの絶対ダメ。みたいだったよ。惚れ惚れするよ。ずっと見てても飽きないな。君は僕のヒーロー。我ながらなかなか見事にやってのけた。そしておもちゃたちにはここで火が放たれるのだ。我らは共に灰になる運命なのか。消えるのか、儚き命の炎が。おいおいおい、まあ、ちょっと落ち着けってば。俺ならここだぜ。ジップラインだ。さあ、大胆に行くぞ。任務を果たした時の満足感は格別だ。ああ、腕が鳴るね。おもちゃにとって滑るのは簡単。ここにもゴミ、そこにもあそこにもゴミ、見渡す限りゴミだ。ゴミはこうして流されて変わり果ててしまうというのか。灰の姿に。飽きないな。オッケー。つエイリアンたちがゴミの中に埋もれちゃってる。助けてあげなくちゃ。命の恩人。
私応援してるからね。ね、朝飯前だったでしょ。どこにも引っかからずに滑るんだぞ。我ながらなかなか見事にやってのけた。そのまま続けて。いいよ、その調子。滑るぞ、スムーズにな。手慣れてたね。お見事だったよ。絶対にまた一緒に遊ぼうね。待ってるから。それじゃあね。ママがね、私のカウガール好きは今だけって。でも大きくなったら本物の牧場で本物のカウガールになるんだ。